こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は群馬県高崎市群馬ちゃん駅東口にやってきました。7月1日から31日までの1ヶ月、群馬県のマスコットキャラクター群馬ちゃんがジャックをしまして、高崎駅から群馬ちゃん駅に変わっています。案内などは高崎駅のままです。群馬ちゃんの友達の青馬とミミミ、先ほど駅の様子をちらっと見たところ、このようなイラストが様々な場所にありました。以上、群馬ちゃんからのお知らせでした。それはさておき、ブラブラしていますと高崎駅構内の方から雄たけびのような音が聞こえました。もしかしたら周辺に位置します群馬車両センターに所属する蒸気機関車 SL に動きがあるかもしれません。この後様子の方見に行ってみたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。2024年に年が明けましてすぐの1月9日、群馬車両センターに所属する蒸気機関車 SL になりますが、 D51 型498号機が EF64 型1001号機、さらには SL 伴走車親12-1を連結しまして大宮の方に向かっています。大宮総合車両センターに検査入場。約半年経ちました6月下旬になりますと、 JR 貨物大宮車両所周辺から大宮鉄道博物館周辺まで伸びる試運転線で498号機の試運転が行われています。見たような気がします。その後の動きとしまして、大宮に向かった時同様、 EF64 型1001号機と親12-1が大宮の方まで迎えに行っています。特に試運転の方で問題がなかったようで、出場配給という形でこちらの高崎の方に戻ってきています。引退が予定されている EF64 型1001号機、さらには498号機、一番最後尾に親12-1という形で配給。残念ながら見に行くことはできませんでした。配属先の方に戻ってきまして、特に問題がなければ、今までの流れからして高崎周辺で試運転が行われます。高崎アリーナにはカメラを持った方がたくさんいらっしゃいますし、もしかしたら本日行われるかもしれません。高崎駅構内の方を見ても、特に旧型客車や12系客車以外確認することはできませんでした。この後は高崎駅ホームの方で待ってみたいと思います。試運転の方、果たして行われるのでしょうか。でもその前に構内で動きが出ました。正面12系客車周辺には関係者の姿、右の建屋内には EF64 型旋盤台、少し距離がありますので号機の方まで確認することはできません。先ほどちらっと聞くことができた雄たけび、汽笛の方は今のところこの周辺では聞くことができなくなっています。蒸気機関車 SL の方は群馬車両センター方面に行ったのかもしれません。 EF64 型1001号機や1053号機、さらには EF65 型500番台、 T-TOP と呼ばれる501号機、さらにはディーゼル機関車 DD51 型842号機や895号機、一辺に5両も引退するとされています。動いているところを見れるだけでとても貴重かと思います。とは言っても動く気配ありません。そして車両の方も見ることができません。やはり試運転が行われるということであれば、駅ホームの方で待っていた方が良さそうです。ここにいても仮にやってきたとして、そのまま通過してってしまうんじゃないかなと思います。いやー、急いでやってきますと、こちら2番線現在入線をしてきています。最後尾には引退が予定されている1001号機、そして真ん中に親12の1、
SL 試運転という行き先方向幕ではなく SL 伴走車になっています。そしてお帰りなさい。498号機石炭の方は満載です。検査を終えまして各種試験が行われた後、今回ついに本線を走行することになります。どうやらこの後上越線を下りまして水上方面に向かうようです。ということであれば、ここに停車しているうちに先回り別の駅で見ていきたいと思います。まあ、先日も JR 西日本網干総合車両所宮原支所に所属する12系客車を見ていますが、比べまして群馬の方がとても綺麗な感じがします。ここにいても見えなくなってしまいました。ということで上越線下り列車に乗車したいと思います。移動します。試運転の方は今までの流れを見ていますと新越線で行われることはありません。上越線ということになります。しかし区間がどこなのかよく分かりませんので、それほど移動はしていません。こちら高崎車両センターが見えている新前橋駅です。一通りぐるっと様子を見てみますと、4番線の案内表示に回送と出ています。上越線下り列車が発着するホーム、これで間違いないのでしょうか。もうしばらく待ってみたいと思います。高崎車両センターの方に群馬車両センター所属キハ110系が入場しています。ここで車輪を磨く作業、車輪添削が行われているからです。高崎方面ホーム先端の様子を見てみますと、カメラを持った方が数名程度いらっしゃいます。やはりやってくることは間違いなさそうです。こちらが高崎方面ホーム先端になります。見やすい状況とは言えません。皆様反対のホーム 1,2 番線ホームの先端で待っていらっしゃっています。邪魔になってしまいますので、この辺りで見ていきたいと思います。ただいま遠くに黒い塊、そして周辺には煙のようなものも見えています。4番線に回送列車が参りますという放送入っています。こちらで間違いありません。やってきますと周辺は煙に包まれました。どうやら停車しそうな感じがありますので、近くまで行ってみたいと思います。4番線ホームが煙だらけになっています。引退が予定されている国鉄型電気機関車が最後尾に立ちまして、変わった編成が到着です。498号機周辺、関係者の方がたくさん集まっています。不具合でもあったのでしょうか。発車まであと何分という関係者の声が聞こえました。果たして出発できるんでしょうか。なんだか物々しい感じになっています。少し距離を置いた方が良さそうです。遠くの信号は青の灯火を示しています。しかし出発することができません。どこの調子が悪いのかよく分かりませんが、皆様急ピッチな復旧作業が行われています。あと5分かかるという声が聞こえました。
監視の方も降りてきまして、不安そうに作業を見つめます。周辺では虚しく、煙が風に流されています。先ほどまで青の灯火を示していた信号機、赤の灯火になってしまいました。とりあえず作業の方は終了しました。しかしあまり調子が良くないのか、こちらの EL を使いまして動かすような感じのことを聞いています。直接捉えることはできません。1001号機の運転台には乗務員さんが乗務されまして、出発に備えています。498号機、この辺りにトラブルがあったようです。大事に至らなければ良いのですが、行ってしまいました。1001号機が押すような形です。この先498号機の方は各種点検、試験、そして試運転が何度も行われた後、問題がなければ群馬県内のイベント列車を中心に運行が予定されています。この後予定がありますので追いかけることはしません。引き続きまた見る機会があればいいなと思っています。チャンネル登録よろしくお願いします。不具合の方がありまして、出発がだいぶ遅れました。こちらの予定もだいぶずれてしまいました。どうしようか考えますので、本日はこの辺で終了。最後までご視聴ありがとうございました。